藤木屋 TV をご覧の皆様、こんにちは。店長の木寺勝です。藤木屋は、男の着物の専門店としてネットショップを中心に、営業しております。まあ、世の中には男着物というか女着物を中心とした呉服屋さんというのがたくさんあるんですけれども、男着物を専門というか中心に取り扱ったお店というのは、なかなかないですね。なのでそれに特化したという意味ではちょっと特色があるのかなと思います。6月からもう暑くなってきたので、今もう私も着ておりますけれども、浴衣が大変おすすめです。まあ、あとは何といっても浴衣の3点セットというものがありまして、浴衣、下駄、あと帯ですね。もうこれが揃えば浴衣男子になれるというやつがあるんですけど、それが12,600円からご案内しております。今おすすめの商品はこちらの綺麗なお色味の加工帯です。通常の、まあ、帯ですと一番多いのが博多帯という、まあ、模様のついた帯がありますけれども、そうではなくてこちらは浴衣の生地を使って帯を作っておりまして、それも一応、まあ、柄自体は伝統的な柄なんですけれども、色ですね、ピンク、赤、ブルー、明るいブルーっていうちょっとポップな感じに仕上げてます。はい、こちらにも画面があるんですけれども、私どもの藤木屋のホームページで募集をしております。男の着物の写真を送りいただいて、それを Facebook にアップさせていただいて、で皆さんがご覧になった方がその写真がかっこよければいいねと押していただいて、そのいいねの数が一番多い方に、優勝商品を差し上げるというイベントです。フォトコンテストの内容はこちらのページにてご紹介しておりますので、ぜひ皆さんアクセスしてみてください。今後ですけど、ちょうどもう夏がですね、梅雨が明ければ夏本番になってくるので、まあ、浴衣をですねこう見しやすくなると思います。なので浴衣をこう今まで浴衣というか着物を着たことのない方もエントリーしやすいと思うので、ぜひ浴衣から試してもらいたい。あとはよく見かけたのが花火大会とかで彼氏彼女の場合、彼女は浴衣を着ていても彼氏がデニムとかいうことがよくあるので、ぜひそういう時はお二人でお召しになってお祭り花火大会をお試しになってもらいたいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。